どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ゲン住所パイナップルの方、皆さんゲン住所です。せいでーす。言葉に詰まるもなんとか逃げ切ろうとしたさやさんでしたね。なんとか形式に収めようとということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、俺じゃねえ。俺じゃねえのよ、ここ刺すの。久々収録久々なんだよ実は。ちょ待って待って、見つけちゃった俺。ちょっと待って、見つけちゃった。何ですか今回のテーマは。こちらなんですけども、全の戦いバカこうだ。ちょっと間違えちゃった。ねえ、金を間違えたところで、あーもう一回善でいいかって。よくないよ、なんだ善の盾。書きたいなと思って、暦みたいになってる。わかんないなと思って、もうわかんないさんを呼んでみました。あー、そういうもうね、ぐちゃぐちゃな思惑が重なったところですが、うん、今回やっていく企画はこちら。リダン、100万人突破記念にいただける金の盾。やっぱりお絵かきしてカスタマイズしてみた。うまいことやっていこう。そのぐらいのがいいんですよ、目標なんて。はい、はい、まあ、ということで、ね、金の盾、金の盾ついに届きました。やったー、やっと。いやね、まあ届いたのは去年届いてた実は、うん、だけどこの動画がどうしても撮りたくて、はいはい、まだこの状態です。でん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 、ちょっとでかでかでか、え待って、銀の盾よりさ、こうやってやると全然箱でかくない？すっごいでかいよ。全然入りきらんくて笑う。以前の銀の盾の動画こちら、はい、どれぐらい前かちょっともう覚えてないんですけど、うん、夏目さんちやったんですよね、あの銀の盾カスタマイズってやつを。はい、はい、あの時はゲーム実況チャンネルとメインチャンネルか、夏目さんちどっちの2つを使って2人で ね、うんうん、それぞれ書いたんですけど、はい、今回はさすがにこの1つの金の盾に2人でお絵かきしていこうかなと思うところ、我々まだ見てない。そうですよ、ほら見て、だってほらこの張り詰めた張り詰めたテープの語呂悪いなら歌うなよ。ピタッとはめてくるならいいけど。だから開いてないってこと、まだ見てないのよ生を。そういうこと。頭悪いから、あんなとこから剥がそうとして。いや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 、文明人だからここから剥がすの。ほらね、ちょっと残った。見て見て、ちょっと残った。見て見て、俺さ今ちょっと爪切り漏れてるんだけどさ、うん、見て見て。お、すごい。え、お前切り刻んじゃん。そう。俺の爪で切り刻んだ。もう一回じゃつけ。はい。てなわけで、こちらが登録者100万人突破記念の金の盾でございます。はい、オープン。でででで。黒い。うわ。せーの、でーん、うわー、うわー、 YouTube の偉い人からのコメントだ。でー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 、うわ、眩しい、うわ、眩しくて見えねえなんも。はい、はい、なんとこちら、じゃじゃーん、金の盾、わー、本物だ。いや、本物、いや、でかっ、でかいし、全然わからん、この感じ。これ実写で撮ればいいのにね、正面からねえと思うんですけどね。無理やりこの画角に収めようって言って入ってますよ。うわ、雑目さんち、雑目さんちと入れていただいたんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。想像の倍ぐらいでかいの。え、てか実際の銀の盾の倍ぐらいない？銀の盾持ってきて、持ってくるか。これが前回ね、カスタマイズした銀の盾なんですが、はい、なんか懐かしいなこれね。え、あ、え、待って、ほぼ2枚分、ほぼ2枚分、なんか A さんと B さんぐらいの関係だね。ね、だここ切り取ってさ、横中でくっつけたら、え、おー、ほぼ2枚分なんだ。ピッ、何？はいはいはい、てなわけで、ようやく金の盾開けました。はい、はい、届いてから多分結構経って、1ヶ月半ぐらいね、これを取るために開けずに待ってたので、うん、でもなんか熟成されたいい香りがしますね。まあ、確かになんかあの芳醇な鉄の香りはする、はい、でも素材は多分ね、あんまり銀の盾の時と素材は一緒なんじゃないかな。うん、なんか書きやすそうだよね、さらっとしてて、うん、そう、引っかかりよくて書きやすそうですよ。はい、まあ、書きやすそうってレビューするやついねえんだけど、このじゃあ皆さん多分ね、あの金の盾届きましたー、 YouTube から謎の箱がっていうあのよくあるサムネね、うんうん、あ、そう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 、うん、なんだけどね、うん、じゃあね、まあ、我々のレビューの感想としては、うん、まあ、書きやすそう。はい、はい、ということで、あの結構コメント欄でもう、うん、金の盾来たら当然みたいな、書くんですよねみたいなコメントをいただいてたんですが、はい、書きます、書
書きます、はい、あとね銀の盾の時にちょいちょいコメントいただいてたんだけど、はい、こういうことやっていいのみたいな不安に思ってる方も何名かいらっしゃったんだけど、あの YouTube の方にお聞きしたところ別に問題ない、お絵かきしたりしてさらに記念を強めるのは全く問題ない、うん、ということなので、はい、もう夏目団地エディションに、はい、いいようにもう、はい、オレ色に金色に染めていこう、もう黄色には染まってんの、まあね、ここから余計な色入るだろてなわけでここにお絵かきしていきたいと思います。あ、まあまあ、パチッパチッ、動画始まったかな。さあではですね、あの今金の盾をちょっとパシャリと写真を撮ってきたんですけど、はい、まあここに今からねこんなにピカピカな金の盾なんですけど、はい、まあ、何の絵を描きたいかを、まあ、ゆるりと15分ぐらいでね、うん、考えていきましょう、まあ、いきましょう。だって1枚しかないんですか。本当に1枚しかないの重みが違う、うん、ね、2人でデザイン描くから面白いね。本当だよね。何が起きるんでしょうね。だってさ、ここにさ勝手に描いたやつと勝手に描いたやつがどうぶつかるんだよ ね。1枚しかないのよね。俺たち魂のぶつかり合いみんなに見てもらおうぜよーい、スタート。しかも15分で描くつもりもないね。ね、でもさ、うん、今回さ、うん、色ってつけた方がいいのかな。色を塗りたくないとかじゃなくて案外線画のがかっこいい説みたいな。ああ、いやなんかさ思ったんだけどさ、うん、我々にとっての歴史的な瞬間だからさ、ね、100万人まで来れたからできたキャラクターとか、はいはい、それこそサヤジオとかのキャラクターとかをちょっと描き足したいなって思ってて、はいはい、その夏目さんちのキャラクターはカラー で、はい、でゲイさんが描くちょっとかっこいい感じのイラストを、ね、こう黒のベタが効いてる感じのさ、あのスタイルどうかなって思って。てかもうあれかまんまこの後ろの壁ですね。あ、そう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 、今僕たちが描いてる後ろのこちらのこんな壁になってるんですけど、うん、このスタイルすごい気に入ってるんですよ、はい、あーでも確かに、うん、でそれで僕の描く絵をえ、なんかこういうことでしょ、要はここのさ、え、そんな夏目さんち大きいの、ちょっと粘りすぎじゃない。夏目さんち描いてんじゃんここいいじゃん、許してあげてこれぐらいだからここに、だから夏目さんちでもマスでしょここは。あ、そうそう、ね、ここにはね。でもこれ結構10万人の時とさ構図が、あ、でも構図が被ってるのもちょっとあって、それはあのエモいじゃん。エモいな。その漫画とかでやっぱりさ第1話で言ったさ決め台詞をさ最終回で言うのでエモいじゃん、うん、終わるんかこのチャンネルどうしようか。あれ待って、絵のさやさんって酒目逆？酒目酒目本当にあれ夏目さんちのゲイさんですか本当に。違うんだって。2023年誰かと入れ替わって。これは夫ゆえの、うん、これ愛ゆえのだから。なぜかというとですね、はい、あのリアルのさやさんはこっちなんですよ。リアルのさやさんはそっち。うん、これは、うん、普段見慣れてるさやさんを描いてるっていうことなんだよ。だって私なんてこの皆さんがこう普段見ていただいてるこちらのこの髪型のゲイさん、はい、これ7年前から見てないよ。誰なんだよじゃあこれ。このなんかさ M 字バングのゲイさん。そう、 M 字バングのゲイさんはね実は存在してないんですよ。ね、そう、あ、そう、会社に勤めてすぐぐらいの時は。確かに今のゲンさんのデフォルメしてみてほしい。本当だったらこういう感じの髪型になる。今そうだよね。そうそうそう、ここがね、うん、こう前髪がこう、はいはいはい、無反って感じでこう分かれてて。無反って。とりあえずじゃあここは夏目さんちの、うん、じゃあこっちはさやっぱあれ書いた方がいいんだよね。キロデクセスマクラスツス書いた方がいいと思う。キロデクステスマクラス。キロデクステス。うん、キロデクテスマクラスツを書いた方がいい。キロデクス夏目さんちの歴史ネタってそれはちょっと外せないなと思って。違う次元の夏目さんちやってる。嘘、知らないの源さん。俺は知らないよ。嘘、俺絶対知らん。今まで人類史上2度しか発見されていない伝説のクラゲと言われているキロデクテスマクラスツを知らない。最近見たそれネット記事でバズってた。うるさ。もうこれが言いたくて言いたくて。キロデクテスマクラトス。キロデクテスマクラスツです。キロデクステキロデクテスマクラツ。ムカついたからここさやさんあのイメージ画像書いてください。うわー、人のことを苦しめるために挿絵これです、こんな子です。うわー、やめてください。書いてみる、うん、あ、持ってこないでください。あー、広げられて、あー、こちらです。さやさんの頑張りが。え、じゃあ何え、じゃあ分かった、夏目さんちがここね、うん、はい、夏目さんちがここで、あ、なんかどうにかなんないでしょ、その表情は。いや、ならんけど。どうしようかな。でもなんかゲイさんがね、うん、夜の夜の枕元でね、金の盾にはね、ちょっと少年を描いてほしいなって言ってくれたので、はい、言ったかな。その記憶は全くないけど、でもね、やっぱね、さやの膝によって支えられてきたとでも過言ではないじゃん。確かにね、やっぱ人間もね、膝で支えられているようにね、うん、俺さ、うん、手に取るように今さやの2秒後、3秒後、5秒後言うことが分かっちゃったよ。嘘、未来の悪魔と契約してんじゃん。やっぱり人間もね、膝に支えられて生きてますからねってさやさんが言うなって今思ったら、さやが今そのままなぞった。ケイさん、
ビルの片目、ビルの奥も住んでんじゃないの。住んでるわ、ごめんね。うん、じゃ最後追いかけられないさやと、ね、なんでそんなとこ、そこじゃねえかお前、そこだけは金のまま残しててほしいこの未来は絶対に見えなかった、見えなかった、勝ちだね。いやいや、それは勝負じゃない基本見えないもんだから、見えない今見えたのがおかしかった。いやね、そうそう、去年のね、はい、年末にうちの妹の家でクリスマスパーティーをやったんですよ、はい、そう、妹に何持ってったらいいって聞いたの、うん、そしたら美味しいものとボドゲって書いてきたの妹から、うん、あ、分かった分かったっつって、うん、あ、ボドゲやりたいのねとかって思ってた矢先、お父さんから、はい、ボドゲって何っていう、こう、うん、キラキラした LINE が届いてきまして、はい、キラキラした LINE が来たもんだから、うん、ここぞとばかりに私、最近流行ってる韓国のお菓子だよって返したんですね。マジで LINE 画面出ててもこんなのえ、しかもそこのね、 LINE はね、家族全員いるんです。全員いるのに誰も何も言わなかったんだよその後お父さんからだって、どんなの来ただけ、なんかもうそれをどうしても食べたいからどこで売ってるってそしてクリスマスパーティーの前にお父さんに会う機会がありまして、その時に欲も騙したなーみたいな感じででもね、うちのお父さんにはね、あの PDF がわからないお母さんをね、めちゃくちゃ小バカにし続けたという罪があるので、まあまあまあ、はい、ママ PDF 知らないのってあのずっと言い続けた罪があるのでね、ここはね、一恥書いていただいたということでねYouTuber あるある、家族の恥はネタ。あ、そう、これはお父さんいい仕事するな行こうってしましたからねわっはっは。でも YouTube といえばだな、100万人いったといえばという、はい、地球グミですよ。一回も使ったことない地球グミをYouTube といえば地球グミでしょ、みんな溶かして割って溶かせよ、それは今だ、今こそだ、地球グミ、地球グミと添い寝してみた、需要あるかも。ゲンさんの独り言チャンネルで上がりますので、ぜひ見てみてください。怖いな、そのチャンネルゲンさんの独り言チャンネルって言ってさ、うん、地球グミと添い寝してみたが上がるんでしょ。不安にならない、みんな。くっそ怖い。ねえ、独り言チャンネルわかる、100歩譲ってなんかありそう、そういうコンセプト、うん、思ったことを言ったりとか、うん、今日読んだ本の感想とかね、うん、というチャンネルなんだけど、1本目がそう、地球グミと添い寝するっつって、あのゲンさんが横になってて、横にちっちゃい地球グミがポンって置いてあって、ゲンさんがずっと地球グミ話しかけてる動画やりましょう。やりませんよまあまあ一本目それ出たらみんなから言われるもん、ゲンさん休んでいいんですよ多分そういうコメントが。てなわけで、はい、これも最初に言っときますね、うん、多分これ書きません、はい、せーの、どん、なんで見せんのじゃん何を言ってるんだっていやちょっと、とりあえずなんかこう、うんうん、知らせてみようということでね、はい、はい、やりましたが、お互いまあ夏目さんちがここにいて、うん、でこう周りをね書くっていう、いいんじゃないですか。あ、ちゃんとさやさんの書体も、え、そうだよ、さやさんの書体にとんでもねえ呪霊くっつけてやがるぞこいつ。まあ下級呪霊だから払える払える、嘘、払える払える、いやまあでもね、はい、大体のイメージは結局こうなるんかな。そうだね、うん、やっぱなんかこうこの女の子とかさ、この辺の雰囲気だと N2M とかはこの辺に書いて、でかつなんかこういうさ変な生き物をちょっと散らばさせていただければなと、はいはいはい、まあそうですね。いや結構長丁場ですよ今回も。いや今回もね、で、うん、ただちょっとこれ完全に僕またさやさんにこの夏目さんちは書いてもらおうと思っているので、まあそいつらなんかもうちょいちょいになっちゃうよ。まあまあまあ、もう海水から塩ができるぐらいちょちょいになっちゃう。わかんないな、そのできる具合が結構大変、うん、日本人間が作るとしたら結構手間かけてる食卓に当たり前のように並んでるけど、塩を作るのにどれだけ大変な工程を経ているのかお前にはわからないのかというセリフが今のサイさんでこもってた。あ、そういうことね、うん、ごめん理解した今、うんうん、ごめん簡単に書いてる本当に申し訳ない、うん、じゃあ丁寧に塩作って、はい、頑張る頑張って塩作りますまあでも夏目さんじゃ外せないよ、はい、いやまあやっぱりね、うん、けど書きたいですよね、うん、夏目さん知能だって気の立てだもん。まあそうですよ、うん、まあ、ちょっとだからこの周りをどうするかだよね。夏目さんちはカラーで他周りをこう線画みたいなテイストにして、ちょっとコンセプト的にはやっぱり壁の絵には近くなるかなっていう感じはするんだけど、うん、いやでも今回ほら、うん、ベースが金ですから、まあそうね、はい、ちょっとリッチな感じになるんじゃないかな。はい、いいんじゃない。じゃあ早速作画開始していきたいと思います。
さあということで、こんなにピカピカなキンキラキラキラゴールドな盾はい、そんな盾をやっていきたいと思います。あーもう書いてあるし、はい、さやさんのターン、はい、まずね、はいはい、今回はねポーツカーでね、はい、あの全て仕上げようかと思いましたので、はいはい、まず下塗りということでね、あの全体に色をのせているんですが、はいはい、でもなんかあれだね、前回というか以前の進化系みたいな感じになりましたね。あーそう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 、いやしかも、はい、あのやっぱりなんていうの、こう今までこう夏目さんちでこう誕生してきたキャラクターとかをいっぱい盛り込もうということで、とりあえずまずはこうカラーパートみたいな、はい、まあゴリゴリとね、あのベタを入れていく感じですよ。あそう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 、はい、いやね、もうほんとさやさんにお玉をね最後まで持たせようか持たせまいかねやっぱ今年はね、はい、クッキングチャンネルも始めたということで、毎年言ってんだクッキングチャンネルやってないのそう、なんかラフの段階でさえなんかお玉書いてる、そうそう、いやちょっとやめてと思って、ちょっと形残ってない、なんかちょっとあのちょっと筆っていうよりお玉の形残ってる、うん、若干ちょっと細いよねいやでね、はいはい、本当はね他のキャラクターにしようかなと思ったんだけど、はい、表情差分ということでね、表情差分、はい、この100万人まで来るのにね、はい、あのサイさんとゲイさんも全部表情豊かになったなということで、いろいろね、そうそう、あのビビッとなからの我々が登場して、はい、ちょっとなピメもいて、結構ねサイさんもね、はい、なんかこうなんていうんですか、思い出深い感じの一枚にしてみようかなと思いまして、はいはい、いやいいですね、はい、おさあということで僕の方も、はい、まあ、いつも通りポスカで髪の毛を今回ねあのグラデーションにしたいなと思ってポスカをちょこちょこちょこってやる、うん、本職しながら作ってました。ゲイさん の,、はい、あのポスカ筆芸で、ね、うん、筆じゃないんだよ今回、あのペン先をちょんちょんやってどんどん、おー、あ、そうなんだ、いやー、はい、でもゲイさんやっぱポスカのさ色の組み合わせが上手よね。ありがとうございます。出ましたよ、はい、使ってきたもんね、なんかポスカという画材にもちょっと慣れてきたよね。うん、あ、そうだね、そう、今回でこれで周りをなんか絵の具なんだか生き物なんかよくわからんやつをハート型にまとわせて、うんうん、そしてこの黄色の下地も活かしたいとぞと、さすがに、いや、そうね、はい、ということで M は 黒と黒の線と金色っていうのでやって、うん、そしてどんどん青いペン入れをいつも通り入れていきます。現れてきましたね、はい、そして最後どんな感じになるのかベタを入れて、ベタを入れて完成ということで完成しました。完成しました、やっと終わりました。ということで夏目さんちの金の盾、金の盾カスタマイズした結果はこちらです。せーの、ドンと、あの入りきってないんです、うん、でかいですあのまださやさんのしか見えてないと思うんですけど書いたね、書いた、いやなんかでもさ、なんか銀の盾、はいはいはい、10万人の時にいただいた銀の盾よりはパワーアップした感じが出たんじゃないかなって思う、確かに確かに、うん、ちょっと金の盾の金部分だいぶ殺した感じが確かにねまあでも真ん中のねこの再生ボタンは生きてるので、再生ボタンはね生きてるのでね、嬉しい恥ずかしいね、嬉しい恥ずかしいということで、はい、はいはいはい、いやこれすごいいいんじゃないですかね、いや銀さんの方も迫力がすごい、はい、そう僕の方ね、こんな感じね、あのさやが下の方に描いてるからもう中心に真正面から描きたいなと思って、うん、囲むようにハートのように絵の具というかねペイントを吐き出していて、このメーカーは両サイドの混色が美しいです、うん、いやありがとうございます、はい、いやなんかすごい楽しく描けたんですけど、さやちゃんポイント1ポイントあげましょう、高いのかなそれもうちょっとくれてもいいんじゃないで、ちょっといつもよりはなんか顔が分かりやすいような絵にしてみました、うん、いいですね、はい、銀の盾の時はさ、うん、1枚1枚描いたじゃない、いやそうそうそう、うん、なんかうまくこれが合体した感じが、そうね、やっと出ましたね、なんかこうさやと描きましたよっていう感じにはなったんじゃないかなと。で今回だからこんな感じでね、はい、やったんだけど、さやの方の後ろに実はねすごいいっぱい描いたんだよ、うん、いやそうだ、これはねもう夏目さんちをやってきた中で生まれてきた、ね、キャラクターを、ね、オムライスの群れだったり、うん、スミレ投げるワンだったり、はい、あ、わらちゃんもここに必要、わらちゃんもいるし、一行、うん、あとでゲンザラシとか、ああ、ほんとゲンザラシもいた、うん、カラーで入れてはいただけないか、うん、あ、でもいる、負けた新キャラのお魚に負けたわそう、いやなんかスパンダーもいるじゃん、あ、そう、スパンダー、新キャラスパンダーもいるし、うん、スノーマンもいるし、スノーマンいるんだ、こいつだけは帰ってほしかったねえ、でもたくさんキャラクターを生んできたなという気持ちで、確かにな、ね、今回だからさやは結構あのさやじおによったね、うん、うん、そうですね、初夏というよりね、はい、いやなんか、はいはい、こっちの方が私の時には金の盾に描きたかったなと思って、あ、なるほどね、うん、まあ多分確かに夏目さんちって感じついちゃった何が
リンゴクエのさやさんいる。いやもうこんな感じでどうでしょうか、はい、おいやもうだいぶ頑張って、うん、ねでけえのよ、でかい、だって2枚分ですもん、その銀の盾2枚分だから結局1人1枚カスタマイズするぐらいの分量書いてるね、うん、俺わらちゃんだってここで寝れるからね、そう、ここで、うん、そう、わらちゃんが乗らないようにだけ必死でした、いやそう本当いやでも皆さんのおかげで本当に、はい、こんな素晴らしいものをいただきました。いただきました。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。これからレッドダイヤモンド目指して頑張ろうと思います。まあ、意気込みはいいんだけどさ。レッドダイヤモンド。レッドダイヤモンド?1 億目指してた。頑張っていこうと思います。ほら、握手しよう。ね。レッドダイヤモンド手にしましょうね。言わない方がいいと思う。今後何が起きても喜べなくなっちゃうから。まだだ。まだ9900万に足りないと。怯えてる、怯えて暮らしてる。いやもう本当に夏目さんちがまさかね、いやここにねお絵描きできる日が来ると思ってなかったの、ね、正直、うん、まあ楽しく続けてはいたけど、うんうん、そうこんなに早くここに描ける日が来るなんて、ね、描ける日が来るなんてっておかしいんだけど、いや嬉しいです、うん、もうこれ玄関に飾ろう、すごいね、玄関扉の前に飾ろう、前はもう主張しすぎだろ夏目さんちでーすって言ってんじゃんここにいやありがとうございます本当、はい、ありがとうございます、はい、これからも夏目さんちマイペースに、はい、楽しくお絵描きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ヤグエさんここで1曲、はい、どうぞよろしくお願いします。すんさやさん代わりになんか最後歌う、うん、100万人ありがとう、チュッ、やらなきゃよかった